Hey everyone, I'm Yuka. 皆さんこんにちは、夏美ゆかです。 Today's information。 東京は原宿にあるかんざし専門店にお邪魔しました。一本の棒で髪を束ねるってどういう原理なんだろうって思いませんか？そこでかんざしの基本的な刺し方について教えていただきました。 How to かんざし。お願いします。髪の長さはセミロングが一番やりやすいですか？正直長さは関係ないです。結構短い方でも、はい、まとめられる毛があればその場でできちゃうので、はいはい、ハーフアップでもできちゃうので、はい、あ、そうかそうか。全部同じやり方でこうまとめてあげて、はい、初め時計回りにねじります。時計回りとかその方向は決まりはありますか？あ、ありますね。なるほど。さて、時計回りにねじってもらって、はい、で、まあ、頭皮からだいたい指に3本離したところに、はい、初めかんざし取りでも一緒です。こうぐさっと刺しちゃいます。はい、でまとめてる毛を一回耳の横に添えてあげて、はい、もう左手はもう動かさずかんざしだけですね、くるっと半回転させて先端を回るように見えます。はい、でそのままこの軸を頭皮をなぞりながらクッと持ち上げて刺すだけですね。お姉さんがやると簡単そうに見えますが、多分そう簡単ではないんですよね。いや、実際相手にやるよりも自分でこう試して実際やってもらう方が簡単なので、だいたい 2,3 回練習すると本当に結構不器用、自分もそうなんですけど結構不器用な方でもできちゃいますね。慣れたらもう1本あれば何でも、いや本当にちょっとした時にサッとできるの で、うん、でまたヘアゴムと違ってね、締め付けがないので髪のダメージもないですし、取った時に正直縛り跡っていうのがつかないので、うん、そのまま抜いてもらえばサッと。他にもこのかんざしの使い方として、こう男性であれば帽子に刺したりとか、あとマフラー、のふわふわな毛糸とかの素材であれば、そのマフラーを留めるようにかんざしを使ったり、いろいろなこうヘアスタイルのみならずファッションアレンジとしてもかんざしが活用できるんだそうです。今回の動画はいかがでしたでしょうか？皆さんの中でもしかんざしの使い方でこんな面白い使い方があるよっていう情報があれば、コメント欄等に書いて教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。Thank you for watching. See you next video. Goodbye.